始まりましたけれども、うん、秋でもわかる秋はコーナーでございます、司会進行は私メラルでございます。どうぞよろしく。はい、はい先生。はい、はい、なんですか蓮くん。いつもの先生じゃないです。あら、なんか変な人がいる。先生怖いでしょ。めちゃなんか怖いけどな。高学歴っぽくない？あ、形から入るタイプね。そうそう。オッケーオッケー。はーい。というわけで、はいはい。私たちアーキア、あ、やばい。アーキアというバンドなんでございますが、なぜアーキアかと言いますと、の前に、アーキアとは日本語で何ですか？はい、れんくん。はい。はい、れんくん。古細菌です。はい、正解。さっき見ちゃった。あー、アーキアとは古細菌のことです。古細菌とは、古細菌と言いますが、細菌とは違いますよ。細菌ではないんですよ。古細菌というのはですね、まず、世の中の地球上の全生物を3つに分類したうちの1つでございます。真核生物は、人間とかね、うん、犬とかね、その辺の動物とかね、うん、あと植物は真核生物です。で、細菌は大腸菌とか、なんか、ふよふよしてるやつ。以外のやつが、我々、アーキア、古細菌でございます。アーキア。アーキア。ですよ。うん。うん。はい、はい。はい、はい、はい、レン君。はい、なんですか。真核生物って、はい、例えばなんやけど、はい。これこれ何ちょっと、アキさんアキさんアキさん例えばないけど、アキさん例えばないけど、真核生物ってこれこれそれ見えてるかな。それですね。これやんね。これ、ね、これ真核生物はい。はい。アキさん。真核生物これどこの子。これは私の子。私の子。これ、あ、そう、そうやな。めっちゃいるもんな。はい。どこ、何個目の子？ 3 個目。3個目。2個目。2個目の子。なんで2個目の子にしたの？らしいです。人だからです。らしいです。はい、それは、真核生物です。はーい。ではなくて、我々は、なんじゃ？何？ん？私たちは何ですか？姉さん。金。何金？そう、古細菌。というわけで、次回、古細菌にも、いろんな種類があるわけですが、その細かい分類について学びましょう。以上、ででん。秋でもわかる、秋講座でした。最後何？